はい、皆さんこんにちは。リフォームの達人プロデューサー山崎徹です。どうぞ。会員住まいの伝道師神谷義明です。よろしくお願いいたします。はい、神谷さんよろしくお願いいたします。連日連日キッチンを、まあ基本の内容を前回ちょっと抑えまして、じゃあどんな、まあよくある問い合わせがその基本ベースにあるのかっていうことをちょっと神谷さんとお話ししていきたいんですが、よく聞かれることってやっぱり大体重なってませんか？そうですね、大体もうパターンが決まっておりますね。そうですね、たまに突拍子ないの来るとなんかある意味新鮮だなと思うんですが、同じ内容をよく聞かれるということは、逆に言うと同じ内容を情報発信することでですね、このゆっくりとお客様にもこの動画見ていただくことによって、あ、確かにそうって聞いたんだけど、なお一層動画で見るとこういったことなんだよねっていう風な、今一度知ってる方も多いかと思うんですが、押さえていきたいと思います。ということで今日お届けする内容、システムキッチンよくある問い合わせ、それ何ということでお届けしていきたいなというふうに思います。お付き合いください。じゃあキッチンよくある問い合わせ、もうナンバーワンはですね、キッチンの高さなんですよ。でとにかくショールーム行った時に、まずお客様ともコンサルするときに、このキッチンの高さのポイント、私こうだな、ちょっと今低いのよ高いのよとかいろいろあるんですが、亀田さん、このキッチンの高さっていうのもやっぱりこれ使い勝手においては一丁目一番地ですよね。そうですね、だからキッチンの高さは非常にですね、使う人の高さによって腰が痛いとかね、いろんな形がありますから非常に大事なんです。ただですね、今最近まあちょっと困ったなと思うのが、ご主人がキッチンに立たれるケースが非常に多くなりましたので、で奥様とご主人の身長の高さの差がございましてね、まあどちらかいうと高い目に設定されるケースが多くなりましたね。カメラさん、やっぱり感じるところはコロナによってですか、それとも共働き、どっちですか？両方とやね。あ、そうですか。ほんで特にやっぱコロナになってからのが多いでしょうね、やっぱりね。テレワーク、リモートワークが多くなったんでね。だからもうちょっとあの仕事のこともずっとやってたら、お昼ぐらい男性で好きな方はちょっと作ることもちょっとある意味 あのリラックスというか頭の体操なのかもしれませんが、まずは押さえておきたいキッチンの高さの算出方法、人間工学的によく、言います、身長割る2プラス5センチ、身長割る2プラス5センチ、例えばここにある160センチの方であれば85、165の中だったら 87.5、 170センチの男性が多いですか、その方だったら90。亀井さん、この中でいくと私はでもほとんど8割ぐらいは85だと思うんですが、8割9割今ちょっと変わってきてますか、これより90っていうパターンも増えてるんですか？そうね、もう標準はもうずっとね、85センチがもうメインですよね。でね、はい、ただご主人が使われるのとちょっとね、まあ、もちろん身長の高い奥様もおられますので、最近90がそうやね、全体の 1,2 割増えるようになりましたね。私あの昔この関取の相撲部屋やった時、1メーターにしてくれっていう風に言われて、1メーターですかって言って、確かにみんな大きかったんで、確かに90じゃ、標準が90だったんですけど、90じゃやっぱ高さ足らないなと思ったんですが、先ほどちょっとご紹介したように、高い方と低い場合どうした方がいいのか、実はですね、これもちゃんと、インテラコーデンブックでもありまして、実際の低い方が高いのに合わせそんなにしんどくないんです。高い方が低いの合わせの本当しんどくって、これがよくあるケース、流し台は亀さん以前は流し台ってほとんど80センチが多かったんですよね。そうなんですよ、80センチやったからどうしても腰がね、背の低い方でもですね、本当にあの使いづらいということでおっしゃってましたんで、それで今本当にあの高田さんでいくとカジラクシンクですね、はい、これなぜかというと包丁を使うときにですね、高い位置だとこういう風になってあの切りにくい、力が入らないわけですけれども、はい、そういう形でカジラクシンクの真空の中で、ね、まな板を置いて上からガシンと切れますから、だからその中はあの低くって、ね、使えますから、そういう意味で、まあ、そういう真空の選び方によっていろいろ包丁作業とかするときに役になるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、実際のところカウンター高さっていうのは勉強するわけじゃないですから、切ったり盛り付けたり洗ったり、それぞれの高さ、米を研いだり高さの違いがあります。これもぜひショールームでご相談いただいたら、一つの目安として身長割る2プラス5センチっていうことだけはまず押さえておいていただければなと思います。まさにこういった
システムキッチン、この高さもいろんな高さのバリエーションがあります。1センチ刻みみたいな形も一時やってるメーカーもありましたが、あ、高さやってましたね、流し台、いわゆるセクストのキッチンも実は今は80と85、2つ品ぞれをしております。テインタの特徴っていうのがその2でお届けしたいんですが、よくある問い合わせ、ステンレスと人工大理石どっちがいいのということ。まあステンレスの特徴、まあこれはステンレスっていうのはですね、一般的にキッチンの中ではサスの304、いわゆる、鉄の中にですね 18% のクロム、8% のニッケルを入れるということで、この18と8を取って18の8ステンレスっていうふうにも呼ばれます。特徴としては錆びにくい、それから加工性の良さ、シンクの絞り加工、いろんなまあ使っていく中でも耐久性が高い、いわゆるお手入れ性がいいということで、よくこう一気にこの普及していたこのステンレスカウンター、特徴としては錆びにくい、薬品にも強い、変質、汚れってあるんですが、今はですねちょっとステンレスが人工大理石にやはりシフトしてきてる。やっぱり、素材としてステンレスの人気まだまだ好きな方多いんですが、やっぱりショールーム行くと、あ、ステンレスじゃないの、ほとんどの展示もステンレスほとんどなくなって、人工大理石が 90% を埋めてるかなということなんですが、人工大理石がやっぱり後でやりますが、表面の耐熱性が上がったこと、それからお手入れがツルツルしてますね。ステンレスどうしてもエンボスになってるんで、この辺がステンレスと人工大理石のところで、お手入れ性、それからデザインの色も変えれるというところで人工大理石の方が増えてるかなと思うんですが、亀田さんこの辺どうでしょう、ステンレスの人体、亀田さんが販売してこの10年20年でバランス変わってきました？そうですね、前はねもちろんステンレスがもうメインでしたから、まあ、人工大理石がね非常に良くなってきましたから、まあ、それでも今はさよね、7割が大理石で 3割がステンかなという感じですね、実際はね。もう15、6年前だとやっぱり 逆転ですよね。そうなんですね、多かったですよね、それが大きく変わってきてるかな、はい、今ですからショールーム行かれる方、お友達はステンレスなのっていうふうに言われますけど、それはもう今の流れとちょっと変わってますね。今は人工大理石の方が私も感覚的には、多分それぐらいの今言ったパーセンテージかなと思いますし、シリーズによってはですね人工大理石がかなり安価になっていますので、その辺でもステンレスと人工大理石が変わってきた。マンションなんかもう今全部、新築のマンションは人工大理石というふうになっています。じゃあ人工大理石を見ていくと、人工大理石もですね実はよくよく見るといわゆるポリエステル系とアクリル系っていうのがあります。簡単に言うと、まあ、ポリエステル系というのはなんとなくもうプラスチックだなみたいな感じの耐熱樹脂なんでいいんですが、ちょっとこう透明感がないんですね。で高級感がある意味、このポリエステル系の、いわゆるこう、BMC カウンターと呼ばれるもの、安価でマンションで広がったんですけれども、今、キッチンメーカーの方もさらにそういった安い人工大理石じゃなくて高級なアクリル系、いわゆる分かりやすく言うとコーリアンと呼ばれる、ジュポンコーリアンと呼ばれる中がもう本当に磨いてもですね、徳良さんをはじめとするずっとメンテナンスがアンチエイジングできますよということで、きれいに使っていただく、そんな人造大理石は増えているかなと思います。この辺についてはどうでしょう、人造大理石の中でも分かれてきてますよね。そうですね、やはりポリエステル系もアクリル系が非常にね、実際お手入れ性も含めてメインになってきておりますので、昔はやっぱりこう天板でですね、大理石の分でもこういう輪染みができるとかこうね、本当にそういうもので非常に手入れがしにくかったということで、だいぶ一時はね敬遠された時期もあったんですよ、はい、これはもうダメやでってやっぱステンレスにしようということで一時期そうだったけど、はい、まあ、実際に人造大理石がですね非常に良くなってきましたから、また見直されたっていうのが現況でしょうね。そうですよね、そういった面での人造大理石、人工大理石、いろんな言葉読みがあるんですが、さらにここに第3の天板戦争ということで、各キッチンメーカーはですねこのステンレス、人工大理石、人造大理石の上にさらにハイクオリティなもの、見栄えのいいもの、例えばそれがまさにこのリクシルさんが品揃えをリシェル最高級で品揃えしたセラミックトップであったり、タカラさんで言ってもですねクォーツストーン、こちら最高級のこれもレミューに搭載したり、ザ・クラッソ新しくリニューアルされたこちらの方においてはもう本当に透明感のあるクリスタルカウンター、各社やはりこの一番上のトップのところに天板がハイクオリティなものを品揃えして、より見栄えのいいもの、より
高品質なものを品揃えしているかと思うんですが、亀さん、この辺はやっぱり大きくここ近年変わりましたね、数年で。そうですね、各メーカー本当にあの天板をですね、いかにね清掃性能へので、そして見栄えもよくですね、いうふうに変わってきてますから、各社本当にあのしのぎを削って競争しておりますから、本当にいいものが出来上がってきましたですね。やっぱりこう天板って常に一番大きい、それからあのペニンシュラ型になって見栄えがやっぱりダイレクトにリビング空間に、入ってくる、目に入ってくる、そういったところですから大きなポイントになってくるんじゃないでしょうか。はい、ということでちょっと細かいところもちょっと行きたいな。キッチンって照明ってどうしてますか、照明計画はみたいな感じで、キッチンを最後打ち合わせしてるとき、あ、忘れた照明っていうことで、亀さん、これ照明って一番最後にあっていうこと、あの打ち合わせのところの最後の最後になることありません、なんか考えてると。そうですね、だけどまあまあ昔はですね、後付けでポンとこう流しの、ね、はい、釣り戸棚の下に出たっていうのが多かったんですけども、最近はもう各メーカーがですね、まあキッチンのところについてはしっかりとくっついておりますし、ただあのバックですね、後ろの、まあ、台所なら台所ね、そういう部屋のまた照明はまた別という形ですので、だいぶ条件がは変わってきて、もちろんレンジフードのところにも電気がついておりますので、それと今までとはちょっと違うのが LED になってきておりますので、今までだったら取り替えて変えるのが大変やということでありますけれども、ただね、この間から LED のでも実際に故障しているケースがありましてね、それが販売がですね、実際そのしてなくて、そこが困ったなということも最近起こりかけてきてますので、まあ、やっぱりあのその辺なんかもきちっと変えられるような状況のですね、をメーカーに確実に聞いてから、これ将来的にこのね、あの LED 交換しなくてもいいでしょうということなんですけれども、切れた場合これ交換できるのっていうね、代用品があるかよ、そういうこともちょっと最近新しい課題として出てきてますね。まあ、以前であれば、まあ一番最初はやっぱりこのシーリングライト、台所空間の天井の上に、もう極端なこと言うとサークルのライトつけてる方も結構多いですよね。さらにはちょっとこう釣り戸がない場合にこのダウンライト、さっき亀田さんがお話ありました LED のダウンライトを埋め込んだり、さらには手元照明、キッチンの方の釣り戸、それからレンジフードにも今照明があります。さらにはキッチンそのものにダウンライトじゃなくてこうペンダントライトのように下げてくる、まあ、釣り戸がない分、そういったいろんな照明計画もこのキッチンの照明においては必要なのかな。キッチンそのものですね、キッチン本体については一番多いのはこちらですね、棚下の取り付け、これはもう彫り込みがしてあってキャビネットの中に入れるもの、もしくはキャビネットそのものにつけるもの、それ以外に壁面にちょっとつけて、これ昔のタイプで手前にこういう風な、壁面のところにつけるタイプもありますので、今のそのキッチンがどうなっているのか、これからのキッチンの照明計画どうするのか、この辺もキッチンを行う前のポイントとして押さえてもらえればと思います。はい、ということで、それ以外によくある問い合わせ、 IH ってそもそも何なの、コンロを探す場合によく言われます。この IH っていうのはですね、まあ、電気ヒーターなんでしょうっていうふうに思われるんですが、ガスはやっぱり当たり前ですけど、下からの熱、ガスの熱によって鍋を熱くしますね。で、じゃあ電気ヒーターだから表面が電気をつけることによって電気が熱くなって、鍋自体が熱くなるのよねっていうふうに思ってる方やっぱりいらっしゃるんですが、それももちろんあるんです。それはいわゆるですね、電気ヒーター、ハロゲンヒーター、それからラジエントヒーター、このように呼ばれる表面自体に電気線が走っていることによって表面が熱くなって鍋底を鍋に熱を伝える、そういった電気ヒーターなんですが、この IH はそれとは全く異質なものという形になります。 IH の略っていうのはインダクションヒーティング、いわゆる電磁誘導加熱の略になるんですが、この電磁を、まあ、実際に表面に、働きかけることによってですね、電流が生じて、その鍋底に電流が走るんですね。じゃあいわゆる電流が走ると熱が発生する、この熱によって鍋自体が熱くなる、鍋自体に電流を流す、そういった仕組みになってます。ですから鍋自体に熱が走らないもの、極端なことを言うと土鍋なんかダメだという形になります。実際に今 IH 専用の土鍋っていうのが出てるのは、土鍋の中に鉄のプレートが入ってまして、この鉄のプレートが土鍋の中を熱くしてくれている
仕組みになってますので、ぜひこの辺、土鍋でも IH あったんだよという方、よく見てください。底面が鉄になっているかと思います。ということで、このメリットとしてはですね、表面自体が、ごとくがありませんが、プレートでお手入れはもちろん楽なんですが、それ以外に実際にガスに比べてですね、夏場暑くないんです。なぜかというと、ガスの場合は表面に立った時に焚き火をしているような感じ、キャンプファイヤーをしている状態。ですから、どうしても私もそうだったんですが、夏場、ガスコンロの前行くともうレンジフード回してても暑いんですよね。終わった後扇風機の前に行く、エアコンに当たる、そんな方結構多かったんじゃないでしょうか。 IH はまさにあなた自身が鍋屋さんとか行くとそうですね。昔は鍋屋さんも煙がこう、湯気が出るほどの鍋で曇ってましたが、今はレンジヒーター、 IH ヒーターということで暑くない、これが家でも楽しめるということで、料理終わった後も涼しい顔でそのまま一緒に食事ができる、安全性がある、この辺がポイントになっています。亀梨さんのところは大体で、IH って何パーセントぐらいですか？感覚的で結構なんですけど。そうやね、今はね、だんだん一時は IH が多かってね、はい、8割くらい、9割まで減ったけど。そんな多かったんですか？また最近は、そうやね、IH が7割か6割か4割か、結構ね、コンロが増えたのは事実ですね。いや、でもそれでもやっぱ亀梨さんの新しいものをこう、お話しする食洗機も他のところでもやっぱり設定率高いんですけど、今そうなんですよ。ガスが亀梨さんにやってるようにどん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 そこの IH に引っ張られたところが進化してきたじゃないですか。そういった面で言うとガス派、要はガスの方がいいって方がやっぱりいらっしゃるんで、そういった方にとってもだったらガスにしようかなと増えたんですが、それでもやっぱり20数年前からするとやっぱり IH 安全性、この辺はやっぱり特にご年配の方は火がないっていう安心感はありますよね。そうですね。だからご年配の方はもう特に早い目にですね、セットして覚えとかないと、正直使い方がわからなくなるので、ちょっと早い目にね、もう60代ぐらいでやられる場合はもうこれからは IH の方がいいですよっていう形でお勧めしておりますけどね。なるほど。確かに将来を見越して、今は私そんな年齢じゃないで、そうなった時に IH 覚えるの大変ですよね。なんとなく感覚的に非常に参考になりました。じゃあよく聞かれるのがですね、これも気にされる方いらっしゃるんですよ。なんか電磁波なんでしょ、なんかこう IH ってインダクションヒーティング、なんかちょっと怖いんだけどっていう風にあります。これ一般的にホームページでよくしっかりご自身で調べていただければわかるんですが、実際の電磁波っていうのはもう自然界にもあるんです。もう実際にその普通に歩いててもあるぐらいなんで、この電磁波による健康被害というのは科学的根拠は証明されてはいません。ただやっぱり気になる方、どれぐらいの形って思われるんであれば、 IH で出してる電磁波っていうのはテレビと比べてこんな感じ、電気カーペット、ヘアドライヤーとこれぐらい、なんか名前でなんとなく IH コンロだけ心配されるんであれば、こういった他の、電磁波、こんなこと言ってあれですけど、こう電子レンジもいっぱい電磁波出てますし、携帯電話もいっぱい出てますんで、その量を見てしまうともう本当に電磁波っていっぱいあるなと思いますが、言えることはIH が特殊だということではない。亀梨さん、この辺は聞かれることありませんか？そうですね、多いのがね、やっぱり一番言われるのはね、ペースメーカーを心臓に入れてる場合どうやっていうことで、はい、あんまり心配されるから、問題はないんだけれども、一応ね、安心のためにちょっと気をつけてもらった方がいいですね。そうすると、もし何か起こったら、いかがで問題が起こりますので、はい、そういう方はちょっとね、心配な方はもう、やめられた方がいいかもわかりませんね。無理にということはないと思いますので。はい、やっぱりこの辺の数字をやっぱり見ながらですね、言葉だけじゃなくてしっかりとご自身でも調べていただく内容だと思います。はい、はい、ということで今日お届けしたのがよくある、問い合わせ、キッチンに関していろんなこと、キッチンの高さから、キッチンの、IH、 いろんなもの含めてですね、天板、いろんなもの、やっぱりこう情報を広く広げながらですね、ショールームで現物を確認していただくことが大切かと思うんですが、亀梨さん、一言お願いいたします。そうですね、しっかりとショールームでですね、打ち合わせをして自分の気に入ったものを、そうですね、間違いのない形でね、選んでいただくいうことがいいかと思いますので、本日もありがとうございました。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。リフォームの達人プロデューサー山崎徹と、カインスマイの伝道師亀田義明です。本日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。